は、ズイ・トランさん。タイトルは、私の妹です。Next, we have Zui Tran with My Little Sister. みなさん、質問を聞いてもいいですか？みなさんは、妹さんがいますか？どんな人ですか？時々うるさいですか？でも、素敵だと思いませんか？私の妹はうるさいです。素敵だと思います。よく私たちは喧嘩します。でも、妹の思い出思い出しかありません。子供の時、私はとても悪かったです。両親のアドバイスを全然聞きませんでした。でも、両親はあまり文句言いませんでした。私はその時、一人っ子でしたから。でも、両親はもう子供が欲しかったです。それから母は時々、つい妹が欲しくないと聞きました。私はすぐに欲しくないと言っていました。しかし、8歳の時、私はお兄さんになりました。やだと思っていました。私は子供が嫌いです。両親は新しい子供の方が私より好きだと思えるし、私は妹におもちゃをあげたくなかったし、悲しかったです。両親が妹を連れて帰った日、一日中、妹さんがずっと泣いたんですが、私は全然いられなかったです。2日目も妹は泣きました。それから私の両親は妹の泣きを止めました。ですけど、失敗しました。それから私は両親を手伝ってみました。次に妹の泣きをやめました。おお、両家族は嬉しかったです。それから妹は私が好きだそうです。私は、ちょっと好きになったと思いました。その次の日、私は妹と遊び始めました。私は妹がいたので寂しくなかったです。家族の中で妹は私と遊ぶのが一番好きです。今妹は10歳です。妹は若くて料理するのが上手です。妹はよく私に食べ物を作ってくれました。くれます。私の好きな一番好きな食べ物は妹のオムライスです。今私はマディソンに住んでいます。忙しいし、あまり妹と話します。
私たちはよく喧嘩しますけど、寂しいの時は妹が妹を思い出します。店に一家しかうちに帰りません。心の中で妹はいつまでも可愛くて小さいままです。ありがとうございます。